5時に入ったらね、もう失敗は許せないわけですね。地下の部分が非常に多いんでね、まあ、何があるか分かんないわけですね。西部ポンプ機構株式会社、基礎工事現場から出る地下水の排水処理を行っています。地下水位が特に高い天神博多地区の再開発には欠かせない企業です。デープウェル工法といいまして、地下のですね、5メーターから20メーターぐらいのところに交換というものを敷設して、その中に水中ポンプを入れて、で地下水を汲み出して地下水を低下させる工法でございます。西日本では2社しかやっていないニッチな工事、長年積み重ねた特殊技術でゼネコンからの信頼も厚い。地下水が出たらですね、地下のテーブルですね、そこをセメントとかそういうものは打てないんですね。収蔵図を見ながらですね、デープウェルを何本何メーターまでですね、可能なのか同社で計算して提案するわけですね。昭和56年、水中ポンプメーカーから独立。10年前後藤社長が就任。そこでまず取り掛かったこと、経営のですね、オープン化ですね、それから社員のですね、意識改革をやろうと。福利厚生の充実や給与体系の見直しなどを行う一方で、社員一人一人に目標を設定させました。会社の方針を決定する審判式があるんですね。その中で今年の目標はどうなのかっていうのをですね、数値的な目標をきちっと決めなさいねと。目標をきちっとクリアしたらね、ちゃんと還元するんですよってことを実行したらですね、やっぱり皆さんモチベーションが上がってですね、意識が変わってきたですね。じゃあみんなでやろうっていうね。大規模工事が続く九州、主力の基礎工事分野の他に新たな展望も見出しています。河川とかですね、ダムとか橋脚とか土木関連の工事にですね、販路を広げていきたいなというふうには思っております。会社の幸福目標とね、社員の幸福目標がしっかりね、実現できるっていう部分ではですね、非常にやりがいがありますよね。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。